はい、どうもトラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。で今日でログインが、1514日目ですね。はい、現在2024年1月30日の15時4分なんですけども、今回ですね、スカウティングラインですね、あと2日と23時間丸3日ぐらい残ってるんですけども、一応ですね、累計は全部ではないんですけども、この15位のうち残ってるんですけども、このS ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第1弾ね、取りましたんでね、開封したいなと思います。はい、阪神純正編同様、このオリックス純正編も自然回復のみで、やってます。終わりました。はい、まだ終わってないですけどね。はい、で合計横断ポイントも終わってまして、あとミッションの方も全部終わってます。はい、自然回復のみで、3日前に終わったっていう感じですね。はい、はい、それではね、ベストナインタイトルホルダーの第1弾の、ね、契約書開封するんですけども、このアカウントね、オリックス純正だけでやってるんですけども、オリックスは今回2名います。はい、森選手と、山下選手来てますんでね、ぜひ、2人いますんでね、できればね、僕どちらかというと森選手が来てほしいかなと思ってます。一応山下選手はシリーズ2持ってるんでね、こちらの方がもちろんスピリッツも能力も高いんですけど、森選手の方がどちらかといえば来てほしいかなと思いますけども、もちろん山下選手でも全然いいんでね、オリックスのどちらか来てほしいなと思ってます。はい、それでは開封します。これですね。はい、スランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第1弾スカウティングライン累計、森選手か山下選手来てほしいです。いきます、お願いします。来い。さあ、2人いますんでね、ぜひ来てほしい。森選手か山下選手、来い。バットは当たらん。さあ、森選手か山下選手、来い。おっしゃしゃーらーらー調子いいな、オリックスは。オリックスだけは阪神全然あかんけど、よっしゃ、欲しかったんすよ、森選手。いや、めちゃくちゃ嬉しいねんけど。実はね、阪神女性もね、累計森選手やったんですけど、いやー、やるなオリックス女性。めちゃくちゃ嬉しいねんけど。いやー、欲しかったんすよ、ほんまに。シリーズ1からね、まだ通常も出てませんしね。いやー、来たわ。すげえわ、最近。ねえ、ローズ選手の累計来たりね。いやー、めちゃくちゃ嬉しいな。一応能力見ますね。うわー、やったな。やりましたよ。守備が欲しい。弾道パワーヒッター、ミート79、パワー78、走力74と。もうキャッチャーとしてはね、非常に打撃の方がいい選手なんでね、もうぜひ欲しかったんで。いやー、嬉しいなー。累計できたら一番嬉しいな、やっぱり。ほんまね。阪神純正編も僕やってるんですけどね、阪神純正編は全く来ないんですけども、オリックス最近いい感じですね。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。よかった、やった。これは非常に嬉しいですね。シリーズ1からの継承で、称号もありますんでね、称号用のランクも多分3枚ぐらいはあったと思いますんでね、また、同地とかね狙いますんでね。いやー、もう非常に嬉しいです。はい、もう累計で来てくれてましたんでね、これはでかいですね。スプリット3000、4500ですしね。はい、いやー、めちゃくちゃでかいです。このキャプテンのロールさんもね、累計で来てくれましたし、いやー、いいですね、いい感じです。はい、よかったです、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラッキーの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。